はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。前回、ちょっと数回分が、ちょっと音声が取れなくて、無音の状態が続きましたけれども、また今回大丈夫だと思いますので、続きからやっていきたいと思います。前回の続きですね。デビルキューブに行ったところで、電波の正体ということで、ジャンポットが第3層より謎の電波をキャッチした。第3層を探索に向かい、電波の正体を突き止めようということで、今デビルキューブですね、攻略中なので、第2中継地点までは行ったのかな。そうですね、第2中継地点から進んでいきましょう。第2中継地点の結構すぐのところでイベントが起きたんで、そこまではサクッといけるかな。レギオノイドとか、これはもうガンガン全体攻撃でいきましょう。結構全体攻撃系を鍛えたんで多分ダブルオーとか超強いと思います。ただ鍛えると SP 消費も激しくなるんで、そこが悩みどころですよね。このまま進んでいって、こいつらのチップももう手に入れましたからね。ちょっとレベル上げをしたんで、あいて一撃。1260か、こいつらのヒットポイント。もうみんな攻撃でいいや1300当たる。で、敵を倒すと SP5% 回復をダブルオークアンタにつけてるんで、結構ガンガン使ってても大丈夫でしょう。あ、デビルガンダムヘッドはちょっと一発で倒せないからな。結構耐性いっぱいあるし、デビルガンダムヘッドは。あいつも倒せなかった。レギオノイドも倒せなかったし。硬い。回復はちょっとアイテムでいきましょう。メガライフキットを結構大量に持ってきたんで。この先ですね、ここでイベントが起きて一旦退散したとこでしたね。こいつらは一撃で倒せるはず。中央攻撃を仕掛けておくと、どうせねえし70。よし、ユニコーン43レベルか。行き止まり。デビルキューブはだいぶ広いですからね。あ、新しいやつ出てきた。ジンクスだ。そんなに強くはない。あ、ここは怒ったか。サジタリウス様、レオゾディアツ、よくやってくれた。安らかに眠るがいい。私という太陽を守る衛星の役目、見事に果たしたぞ。わあ、当然のことをしたまでです。レオゾディアツ、さよなら。レオゾディアツが消滅すると、その場にはホロスコープスイッチが残されていた。サジタリウス・ゾディアツはそれを拾い上げた。これで揃った。見つけたぞ、サジタリウス・ゾディアツ。やあ、ヒーロー諸君。たった今12個のホロスコープスイッチが揃ったよ。これで私の準備は完了した。あとはリジェスの復活を待つだけだ。なんだと？お前は何が目的なんだ？私はリジェスの声を聞いた。声？私は
美術に会いに行かなければならない。そう、私は選ばれたものなのだ。さらばだ。はぁ、ぐはぁ。リジェスに会うだと。12個のスイッチでワープする先がリジェスというわけか。だが、かけらが揃わなければリジェスは復活しない。とにかくかけらを奪還するぞ。ピーピー、光からだ。発信源の位置の特定ができたぞ。それに原因も判明した。原因？電波を発信しているのはアストラだ。アストラ？おい、また罠じゃねえだろうな。二度も同じ手を使うとは思えないが、それにアストラの発する電波の偽装まではそう簡単にできないはずだ。その電波は何を意味しているんだ？おそらく SOS だろう。確実じゃないんだな。まあ確かに罠である可能性は拭いきれないが、場所は判明している。行ってみてくれないか？わかった、いいだろう。もしアストラなら助けねば。うん、助けましょう。まあウルトラマンレオは連れてきてないですけど。ジンクス、あんまり活躍せず倒せるし。へい、あ、早速手に入れた。なんか謎の意味ない部屋かな。いや、回復するとはいえダブルオーもだいぶ減ってんな。ユニコーンを回復させましょう。アイテム、これはこっち側かな。こっち開けるか。よしよしよしああ間違えた。ショートカットを作れると作れないだとだいぶ差が違いますかね。バックアタックあれ、トンパーになっちゃったよ。てーな、こいつら。お、なんかこんなとこで始まった。円盤生物、確かブラックガロンだな。うん、おい、こっちにもいるぜ。こいつはハングラー。うひゃ誰だ。宇宙人なんだ。ブニョっていうのさ。うひょー。ブニョ、どうしたんだ太郎。こんなやつどう見たって弱そうじゃねえか。昔レオがこいつにひどい目に遭わされたと聞いている。凍らされてノコギリでバラバラにされたらしい見かけによらないな。ノコギリでバラバラにされてよく生きてんな。昔はそんな敵もたくさんいたものだ。ひょひょー、今回は袋叩きにしてやろう。そっちを見てみな。ブラック指令、ブラック指令、でかしたぞブニョ。ヒーローどもを完全に包囲した。うわ、バックアタック食らいそうこれ。でしょでしょ、力はないが知恵はあるってね。カイザーベリアル陛下のキューブでこれ以上の好き勝手はさ許さん。ブラック指令は水晶玉を高々とかざすと円盤生物に攻撃命令を下した。円盤生物ども、行くぞ。ヒーローどもを血祭りにあげるのだ。やっぱりな、バックアタックだよ。4体か。しかも行って行って行ってる、めっちゃ減るめっちゃ減る。しかも呼び出してきたし、とりあえず全体攻撃で片付けられるやつは片したいな。こいつはちょっといきなりリカバリーキットで回復させよう。ちょっと待って、早すぎる。レッドクレイジーガスってなんだよ。お、危ねえ、パニックかよ。おー、やっぱそこそこで倒せるな。 OK、
ケオケアとブラックチレーだけだ。またプニョが出てきたよ。どこにでもいるのかよこいつ。どうしようかな。WO はブラック指令で、プニョはちょっと他のヤクザでやりましょう。ゼロナックルで、あとはな、ヒルミとかがあればないいんだけどな。ヒルメ、ヒルマない、くらえ。1970。あー、こいつ結構呼び出してくるだけだな。いけそうといえばいけそうか。ひるめ、ひるまない。お、ひるんだ。ノーバがひるんでるな。おっとっと、そろそろまた全体攻撃に走らないとまずいかな。ウルトラマンがちょっと今使い物にならない状態だからな。ヘッ、ブラックガノン。そこら辺にいるな。ウルトラマンが治ったらあれっすね、ラッシュをかけて終わりにできるかな。ブラックエンド。よし、ここだ。こっちはトランダムコンボ、うん、まずブラック指令を片付けましょう。ファイナルウルティメートゼロしか使えないし、よし、これでいけるっしょ。1036 1700 1500 OK。 おお、ヒールレイン2。よしよしよし、いって、クリティカル食らった。ファイナルウルティメイトゼロ、あとこいつだけだ。それでも、GN バスターソードのマグナム5、攻撃でいっか。よしよしよし、ブラック指令ご退場か。貴様らこの先へ行くつもりか。残念だが欠片はないぞ。何？陛下は不在だからな。いずれにしろそこが貴様らの墓場だ。この先はベリアルの部屋なのか。どさ、しかしブラック指令はみるみる泡となり消滅してしまった。発信源はこの先だ。やはり罠だっていうのか。ブラック指令の持っていた水晶玉はどこだ。あれには円盤生物を操る力がある。おい、あれじゃないのか。ボスガン、ボスガン。ボスガンは足元に転がっていた水晶玉を拾い上げた。これだな、円盤生物を司る水晶玉というのは。待て、く、逃げられたか。クライシス帝国か、異世界の力を集めまくっているようだな。発信源の捜索も重要だが、これ以上連中を野放しにしておくわけにもいかないな。別動隊を要請して手分けをしよう。そうだな、太郎は拠点に連絡し別動隊の出動を要請した。ちょうど今準備していたところだ。メテオ、バース、ノーベルガンダム、それにカプルが出る。ヒーロー隊はそのまま発信源を目指してくれ。別動隊に他の勢力の調査を任せる。了解した。一方その頃、カイザーベリアルの母艦マレブランデスでは、ブラック司令がヒーローどもに倒されただと。まったく何をやってやがる。はっ、ですがキューブのデビルガンダム化計画は順調のようです。ヒーローといえどもいずれ DG 細胞に感染し取り込まれるのが関の山でしょう。まあいい、
どのみちリレスが復活すればヒーローどもなどヘでもないわ。で、かけらの捜索はどうなっているんだ。はい、各キューブに部隊を派遣し全力を挙げておりますが、手がかりもねえってわけか。いいか、ここにはすでにかけらは4つある。残るはあと1つだ。あと1つでベリアル帝国は全ての平行宇宙を支配できる力を手にする。分かってんのか。もちろんでございます。だったらもっと急がせろ。ヒーローたちは発信源を目指して探索を開始した。ちょっと一旦戻ろう。すぐここには来れますからね。ゲートポート、デビルキューブの中継地点にと。で、ここがさっきのところですね。まさかこんな狭いところでイベントが起こるとは。何の準備もしてなかったですよ。おお、一旦で倒せなかったか。このままこっちでいいのかな。アストラのいる発信源のところへ。おお、これはなんか始まりそう。ちょっとユニコーンを回復させようかな。ヒールレイン228も使うんだ。ズドン。何、ズドン。攻撃どこからだ。あれはグランドガンダム。ブラック司令が墓場になると言っていたのはグランドガンダムのことだったのか。ガーン。おっと、いきなり戦闘か。じゃあちょっとツインドライブ使って、このサイコフレーム使って、そしたら攻撃しましょう。ラッシュゲージを貯めつつ、一応ダブルアクション。おー、殴りはダメか。バスターソードの射撃は大丈夫かな。そうすると何がいいんだ。ウルトラキック戦法、こいつ攻撃できそうだな。ハングストライザー、あー、切るやつもダメか。うお、めっちゃガードされる。めっちゃガードはされるけどあんまり減ってる気はしないな。まあいいや、このまま行くか。ヒールレイン2行って。だがこのままガンガン攻める。ウルトラファンは回復に回って、なんかひるみ、ひるまないかなひるまない。あー、いててててて、こっちがひるんだ。やばいやばい、2人ひるんだ。一応メガライフキットと念には念を入れてヒールレイン。わー、ダブルオーに打っとけばよかったかな。そうすると、ここでトランザも使おう。で、こいつは回復。うわぁ、SP がすげえない。ダブルアクション。死ぬなよ。よしよしよし。よし、ここだ。ラッシュ。ライザーソード、ユニコーンがな、まだ覚えてないからな。ファイナルウルティメイトゼロしかない。こいつマキシマムドライブ2回使えるしとダブル打ってるから。くらえ7400 ガードされる。でも
言って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 、なになになに、これやばくね、回復しろ、よし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 、行って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 、諦めるか、危ねえ危ねえ危ねえ、バスターソード、マグナム5発撃とうで、SP がない、 SP が何にも撃てない、回復させるか、大復活キーっと、うおーやばい、これでどうだ、よーし、ちょっと危ない時があったけど、まあなんとか。グランドガンダム、こいつも退場か、ゴー、デビルガンダム四天王が出てきたということは近くにデビルガンダムがいるということか、チ、無駄な戦いはごめんだ、発信源はもうすぐだ、急ぐぞ、まあちょっと大変なんで帰ります。はい、というところで、まあ、グランドガンダムを倒して、まあ、なんかグランドマスターガンダム出てきそうな匂いはしますけれども、とりあえず今回はこれで終了して、次回ですね、発信源のところに行っていきたいと思います。